はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、女子フィギュアの天才少女カミラ・ワリエワ選手のですね、ドーピング疑惑についてさらに深く掘っていきたいと思います。はい、以前ですね、カミラ・ワリエワ選手に焦点を絞って、占ったんですけれども、なんかね、いろいろ見てはいけないものを見てしまったというか、はい、闇深そうみたいな部分がですね、見えてしまったんですが、今回はね、ロシアの組織的ドーピングについて占っていきたいと思います。というのもですね、私もですね、いろんなニュースとかいろいろ聞きかじってる間にですね、そこそこ、まあ、間違ってるかもしれませんが、知識はね、ちょっと仕入れたんですけれども、やっぱりね、カミラ・ワリエワ選手が、もし仮にドーピングをしたとしても、それは、おそらく、周りの大人が関与してるだろうっていうお話が大半だったんですね。で、その、今回取った、見つかった薬物っていうのもですね、まあ、ワリエワ選手の年齢のフィギュア選手には、まあ、うってつけというか、まあ、そういう薬物でもあったし、一応ね、カミラ・ワリエワ選手は祖父の、飲み物を間違って飲んでしまって、ちょっと混ざっちゃったんだっていうふうに言ってるらしいんですが、でも、やっぱり尿に出るくらいだから相当飲んでるだろうと。専門家の方はおっしゃっていて、で、まあ、過去にそういう言い訳、間違って飲み物を飲んでしまって、陽性になりましたということが、言い訳が通った例があって、その後ね、同じ言い訳をする人がたくさん出たんですって。で、問題になったりなんかしたんで、なんかそれも知ってた上でそういう言い訳をさせたんじゃないのか、なんてね、いうコメンテーターさんなんかもいたですね。結局真相はね、ちょっとわかりづらいところではあるんですが、でね、さっきも言ったんですけれども、やるなら、周りの大人がいるだろうと。で、周りの大人がいるってことは、組織的なものだろうって話なんですね。で、ロシアはですね、かつて、組織的なドーピングが問題になって、今はですね、ロシアの国としてではなく、ロシアの個人の選手として、ロシアオリンピック委員会という名前で、オリンピックに出てるんですけれども、もし仮にね、組織的ドーピングがまだあるとすればですね、大変な問題ですよね。で、まあ、おまけにですけれども、やっぱりね、近年、ロシアのドーピング、反ドーピング機関がですね、選手の、この、ドーピング結果の、ものをですね、握りつぶそうとしたりとか、そういうのが問題になったりして、やっぱりね、まだそういう疑惑はあるんですって。ですので、今回はね、ロシアのドーピングが今どういう状況になっているのかというのですね、組織的ドーピングがあるのかというのもですね、タロットに、今現在と、過去未来を含めて聞いていきたいと思います。ではカードシャッフルしていきます。はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、ペンタクルの4か、ここに出てきてほしくなかったな。はい、じゃあね、読んでいきたいんですけれども、ロシアの組織的ドーピングどうなりますかって聞いて、ここにね、ペンタクルの4が出たんですね。で、これどういう意味があるのかというと、所有欲って意味があるんですよ。つまり一回手に入れたら絶対手放すもんかみたいな、そういう気持ちを表すカードなんですね。ですので、まあそれを素直に読むと、やっぱドーピングって強いんでしょうね。強いからこそロシアが過去に組織的なドーピングをやったりとか、あとはね、このドーピングの結果を握りつぶそうとしたりとか、まあそういうことをやったと。だからやっぱり本音でいくと手放したくないっていうのが出てると思います。カードからのメッセージをそのまま読むとね。
でまあもちろんねこれねメダルというふうに読み替えることもできると思うんですよ、持ってるペンタクル金貨をね。だからドーピングね、今世界中からやめろって言われてるわけじゃないですか、ロシアって。でもそれでもやっぱりやめられない、だけど一回手に入れた金メダルとかそういうものは手放したくないみたいな、もう何でもこれも欲しいみたいな、そういうような状態かなというふうに思いますね。ああ信じたくないけどな、ちょっとそんな雰囲気がいたします。はい、で過去の流れ見ていきたいんだけれども、これねスターのカードがあります。で正位置なんだけれども、まあね本来の意味だと希望とかそういう意味があるんですね。なんですけど、まあ、素直に読むと、これだけで読むと、ドーピング過去は、ちょっとやめようか、やめてもいけるじゃん、みたいないうふうに、そんな時期があった、そういうふうにも読めるんですが、ただね、ここと合わせて読むと、今手放したくないって気持ちでしょ？で、その前に星だから、なんかね、すごい意地悪な読みなんですけれども、こうすればバレないじゃんみたいなやり方であったりとか、あ、こうしたらいけるじゃん、効果あるじゃんみたいな、そういうものを見つけてしまったような、そういうふうにも見えるんですよね。うん、で、これね、ニュースで聞いた話なんですけれども、専門家の方がおっしゃってたんですが、なんかね、アルコールに薬物を入れて口に含ませるんですって。で、ペッてさせると。で、そうすると、粘膜からその成分が入って、まあもちろん効果は発揮するんだけれども、すぐに体から抜けるからドーピングに引っかかりにくいみたいな、そういう方法がね、なんかあったらしいんですよ、昔。なんか、そんなことまでさせるって感じなんですけれども、もしかしたらそういう方法をちょっと見つけて、お、いいやんみたいな風に思ってたという風な読み方もできますよね。うん、あくまで占いですけど。いやー、それがもし当たってると嫌だな。はい。で、次ですね。未来のカードも見ていきたいんですけれども、これがね、近未来、3ヶ月後くらいまで表す未来なんですが、これがカップの1になります。で、これどういう意味があるかっていうと、まあ、愛情がなくなっていくとかそういう意味があるんですね。で、まあね、素直に読むと、ドーピング問題によってロシアね、愛想つかされていく世界から。やっぱりだからオリンピックとかも締め出されるとか、なんかそういう流れに行きやすいんじゃないのかなと思いますね。それと同時に、やっぱり国内でも、選手からもね、ドーピング、やっぱどうなの？良くないんじゃないの？とかね。で、やっぱり犠牲になるのは選手じゃないですか。なので、やっぱそういうのはね、良くないよね、みたいな風に理解が得られなくなっていって、だんだん下火になっていくような、そういう感じがちょっとしますね。まあそれでいくといい方向に流れていくんじゃないかと思います。はい、ロシアの世論も若干動いていくような、まあそういうような感じがしますね。まああの国がね、世論を聞くかと言われると怪しいんですけれども、はい、独裁国家でございますからですね。はい、まあそんな感じがいたします。悪い方向には進まないと思いますね。はい、で未来のカードですね。さらに先の未来を表すのがこちらのカードになるんだけれども、これがですね、ワンドの2の逆位置になります。で、まあこれね、正位置だと、おっしゃ世界取ったるでみたいな野望を表すんですが、あのね、ちょっと迷ってるかな。だから、まあ、この方法で世界を取ったるでみたいな風に思ってたけれども、それがね、ちょっと当てが外れてしまったんで、どうしたらいい？僕どうしようみたいな風にちょっと混乱に陥るような、そんな感じですかね。うん、やり方がわからなくなっちゃう、そういう流れになります。だから若干ロシアのその組織的ドーピングに関しては混乱するかな。そうですね、さらに縮小する方向に向かうけれども、ちょっとね混乱が予想される、どうしたらいいんだろうみたいな風になっちゃうっていう風な感じが見えます。で、最終的なところね、これが、タロットからのドーピングね、やめるにはどうしたらいいのかっていう、まあアドバイスになるんだけれども、もうドンピシャですよ。はい、ワンドの7の正位置になるんですけれども、これね、一人の猫ちゃんがですね、たくさんの猫ちゃんを相手に戦ってる様子が現れてるんですが、まさにねこれ孤軍奮闘って意味もあるんですよね。なのでやっぱりね、個人の力、
組織よりも個人の力をね、大事にしていかないといけないってことを言ってると思いますね。で、やっぱりね、共産主義、ロシア共産主義ですけれども、やっぱりどうしてもね、共産主義って、みんなで頑張って豊かになっていこう、みんなで平等にしようっていう、組織の力をね、信じるっていう、まあ、政治の方法なんで、やっぱりどうしても組織的に動いてしまう。でも、組織的に動くと、やっぱりね、なんていうか、腐敗というか、組織の意向っていうのが出てきちゃうんと思うんですよね、このカード見るに。なので、やっぱ個人の力っていうのを大事にね、アスリートの育成の部分ではしていった方がより良い未来に進めるんじゃないかということをね、タロットちゃん言ってると思いました。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよっていう占い等ございましたら、コメント欄の方に書き込んでください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。